どうもー、影庵です。今週もね、5キロ走らせていただきました。今日はね、走り始めにいきなりこうお腹がちょっと痛いというか、なんかそんな感じになったんで、これやばいなと思ってたんですけど、こう痛みを我慢しながらね、こう走っていって、なんとか5キロ走れました。というかね、月曜日の昼は糖質制限をしてるんで、なかなかこの5キロという距離を走ると、結構その炭水化物を取ってない分ですね、ちょっとこうしんどく感じるというか、そういうところがあるんかなと思っております。まあその分脂肪が燃えてる、脂肪燃焼はできてるんかなと、まあそういう感じはしてますけども。でね、今日ジョギングをねしようかどうしようか迷ったんですね。というのは、僕はちょっと一応ダイエットというか、その自分の体を使ってですね、いろいろ実験をしている感じになってるんですけども、一回こう1週間の間一回も走らない日を作った時に、食事に関しては制限というか基本的にしてないんで、食べたいだけ食べるような感じというか、一応糖質制限をちょっとだけこう週4回その4日間のうちの1日の中の1食だけを糖質制限しているという形を取ってるんですね。だから1週間に4回糖質制限をしている、まあ、炭水化物を取らない状態を作ってるんです。意図的に作ってるんですけども、でその他でご飯を大盛り食ったりとか、もう油もんでも何でも好きなもん食べてるという形ですね。まあ一応そのある程度のメニューは決まってるんですけども、それ以外はちょっとそんなに関係なく縛られずに食べてるという状態でしてですね、そのあれです、その1回1週間走らんと、体重というか体脂肪というか、そういうのがどう変化するかなっていうのを見てみようかなと、思ったんですけども、やっぱりその走る日になったらやっぱ走りたくなって走ったんと、多分あんま関係ないかなと。これ1回やめたぐらいで、なんかそのむちゃくちゃ増えたりとかそういうのはないかなというふうなことがうっすらわかるんで、やめました。だからこう意図的にやめるんではなくてですね、すごく忙しくて、で走る機会がなかったという状況で、ちょっとそれを見てみようかなという感じですね。走れるときは、やっぱり1週間に1回は走ると、自分が走りたいという気持ちがあるんで走るということですね。その習慣になってるっていうのもあるし、やっぱり1週間に1回ちょっと5キロ走っときたいという、その体がどうかと。だから今足は全然疲れてない状態なんですね。だからその筋肉はしっかりあると、その走るだけの筋肉はあるという状態なんで、それは保ってたいというか、まあ、そこまでそれを考えてるわけじゃないんですけども、そういう状態ですね。だから走りたいと、自分は走るんやという気持ちがあるんで走りますというところですね。まあ、ちょっとややこしい話ですけども、今から空手の型をね、公園で練習したいと思います。では今日は以上です。ありがとうございます。